84オタル博覧会は、北海道オタル市で開催された博覧会。オタル市制60周年記念事業の一環として企画された。1982年に札幌市で開催された82北海道博覧会の成功と、美濃は昇る前郵政大臣のオタルでの定心博覧会開催の提案を契機に、博覧会構想が始動し、 同年11月に基本構想を発表。1985年の小樽市会期120周年に向け、港町小樽にふさわしく豊かな国際色ときたる高度情報化時代の先端技術やエレクトロニクスの将来像をふんだんに織り込んだ博覧会を目指し、博覧会のノウハウの提供を前提に82年、道広の主催だった北海道新聞社との共催で行われた。 しかし、準備期間の短さやテーマの希薄さから来場者数は伸び悩み巨額の赤字となった。ルスツリゾートに移設されたスタンディングコースター当初はシーワールドパビリオンや地元の志工芸を活かしたフィッシャーマンズワーフなどの建設を見込んでいたが予算不足のため見送られ西部流通グループと参加交渉を行うも折り合わず売店、飲食。 遊戯施設を設置する小規模展開とし、また飛行船の展示も目玉イベントとして計画されたが、取りやめとなり、予想を大きく下回る来客に終わったことから、閉会後の市議会では、結果的には、博覧会の足を引っ張る形になったのではないかとの意見に集約された。括弧内は、開催日とゲスト。期間中名人出演のイベントや小樽市内外の、 文化芸能ステージなどを合わせて約350団体が出演。スリッピに関するカテゴリー、会場前駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。